トーマス・リンリーはイングランドの作曲家。最も早熟であったイングランドの音楽家の一人であり、イングランドのモーツァルトとして知られた。リンリーはバウスに生まれた。父は作曲家のトーマス・リンリー・ジエルダーであり、彼とその妻のメアリー・ジョンソンの間に生まれた12人兄弟の長男であった。リンリーの才能は幼い頃から明らかであり、 1763年7月29日には7歳で、ブリストルの演奏会において、競争曲を演奏している。1763年から1768年には、国王の音楽師範であった、ウィリアム・ボイスの下で学んだ。1767年に、姉のエリザベス・アン・リンリーと共に、ロンドンでのザ・フェアリー・フェーバーの公演に出演した、彼は歌い、ホーンパイプを踊り、 バイオリンを演奏した。1768年から1771年にかけて、リンリーはイタリアに赴きフィレンツェのピエトロ・ナルディーニにバイオリンと作曲を支持した。この町でリンリーは1770年4月にモーツァルトに出会い、共に14歳であった二人は温かい友情を育んだ。また、同年9月にチャールズ・バーニーに出会っており、バーニーは後になって、 リンリーに言及してこう記している。トンマジーノと呼ばれる彼と幼いモーツァルトのことは、この世代で最も有望な天才たちとして、イタリア中の話題になっていた。リンリーはイングランドへ戻ると間もなく、バースで彼の父が指揮するコンサートで演奏し、ドルリー・レーンのシアター・ロイヤルで、数々のオラトリを上演した。この劇場では、 彼が1773年から1778年の指揮者を務めた。1809年のシアターロイヤルの火災で消失したものを含め、リンリーの作品の多くは散逸している。現存する作品は、彼が生まれつき旋律作りに長け、大宝の才能を持ち、音楽的想像力が豊かだったことを証明している。リンリーは合唱作品に加えて、 バイオリンのソナタや競争曲を作曲しており、義理の兄にあたるリチャード・ブリンズリー・シェリー団のオペラ、ザ・ズエンナの音楽のほとんどを提供した。彼の現存する作品には、東京のバース出身のフレンチ・ローレンスによる原作へ、作曲した、シェイクスピアの魂への昇華、リリックオード、また、ザ・ソング・オブ・モージーズと題された、オラトリオなどがある。リンリーは、父の女子も務めており、 共同制作作品は2巻にまとめられて出版された。リンリーは22歳の時、妹のメアリーとリンカンシャーのグリムズソープ場に滞在中、ボートの事故で溺死した。彼はエデンハムの教区教会に眠っている。リンリーの溶接はイングランド音楽界の悲劇として、たちまちのうちに知れ渡った。モーツァルトは、後年、友人のテノール歌手、マイケル・ケリーに次のように語っている。 リンディは真の天才だった。もし生きていれば音楽界の最大の誉れの一人になっていただろうに。出典。ありがとうございます。